ジェームズ・モンロー・モンロー主義はアメリカ合衆国がヨーロッパ諸国に対してアメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉を提唱したことを指す。第5代アメリカ合衆国大統領ジェームズ・モンローが1823年に議会で行った7番目の年次教書演説で発表した。モンロー宣言と訳されることもあるが実際に何らかの宣言があったわけではないので、 モンロー教書と訳されることも多い。この教書で示された外交姿勢がその後のアメリカ外交の基本方針となった。原案はアメリカ合衆国国務長官ジョン・クインシー・アダムズが起草した。モンロー主義のきっかけとなった年次教書は1823年12月2日に議会へ送られた。内容の対位は次の通り。 中南米諸国の独立年19世紀前半、ラテンアメリカ各地で独立運動が起こった。19世紀初頭のナポレオン戦争は、スペインのアメリカ植民地に対する支配力を弱め、中南米諸国は次々に独立へと動き出していった。これに対しスペイン本国は、中南米植民地での独立運動を鎮圧しようとした。しかし、 ナポレオン失脚後のヨーロッパは自由主義、ナショナリズムを敵視する、保守反動的なウィーン体制下にあったため、この体制を主導していたオーストリアの政治家メッテルニヒは、独立運動への干渉を図った。また、独立運動を支持する姿勢を見せていたイギリスの狙いは、ラテンアメリカに工業製品を輸出し、農産物や資源を輸入して、経済力を高めることであった。 こうした動きを牽制するため、モンローが年次教書において、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸の相互不干渉を示すに至ったのである。南北アメリカは将来ヨーロッパ諸国に植民地化、されず主権国家としてヨーロッパの干渉を受けるべきでない旨を宣言した。それはさらに、ヨーロッパの戦争とヨーロッパ勢力と植民地間の戦争に対して、アメリカ合衆国は中立を保つが、 植民地の新設あるいはアメリカ大陸の独立国家に対するいかなる干渉もアメリカ合衆国への敵対行為とみなすという意図を述べたものであった合衆国にとってもう一つの大きな懸念材料はアラスカからロシアが太平洋沿いに南下政策を図ることであったそのためこの教書はロシアのアメリカ大陸進出に対する牽制という狙いも含んでいたこの宣言は 欧州に対するアメリカが衆国によるアメリカ大陸縄張り宣言でもある。それに沿って1830年にインディアン移住法を定め、国家として先住民相当を進め、また米国戦争で領土を割上させるなど、アメリカ大陸内での勢力拡大を推し進めた。1833年、イギリスがフォークランド諸島を占領したが、特に措置を講じておらず、この時に、 問答主義は放棄されたと見ることができる。イギリス資本の進出が背景にあると見られる。とする意見もあるが、アメリカ合衆国はそれ以前からフォークランド諸島を領有するアルゼンチンの勢力とはフォークランド諸島気候問題で対立しており、アメリカ合衆国はフォークランド諸島については不干渉の立場を取っていた。つまり、問答主義の放棄とはアメリカ合衆国の縄張りは、 アメリカ大陸に限らないということである。そこで、先住民相当官僚を意味する、フロンティア消滅宣言のあった1890年頃から、太平洋進出を進め始め、1898年の米西戦争、ハワイ併合が続く。その後さらに米非戦争、中南米各国に介入する、梱包外交へと続いていく。 1934年に第一次世界大戦後のバナナ戦争を終結させたフランクリン・ルーズベルト大統領によってラテンアメリカ諸国に対して内政干渉を行わないとする前輪政策が行われたが第二次世界大戦後の1948年3月12日に発行した米州総合援助条約は冷戦構造を反映するものとなった。 1951年12月13日に発行したボゴタ検証によって、ラテンアメリカ諸国を軍事的にも、経済的にも西側陣営に組み込んでいった。また、1958年には、アメリカ合衆国の極右的な反秘密組織として、ロバート・ヘンリー・ウィンボーン、ウェルチ・ジュニアを中心にジョン・バーチ・ソサイティが設立され、対外援助廃止や NATO 脱退、国連反対など、 孤立主義的な運動を展開した。冷戦時代でも以下のような中南米各国への混合外交的な介入が行われた。2016年アメリカ合衆国大統領選挙に当選したドナルド・トランプ大統領はモンロー主義的、孤立主義的と選挙中から評されており、2018年に国連総会でグローバリズムを批判してモンロー大統領以来アメリカ合衆国は 公式な政策としてこの反旧や自国の問題における外国の干渉を拒否してきたと演説した。トランプ政権で国家安全保障問題担当大統領補佐官に起用されたジョン・ボルトンは中南米諸国への介入に積極的な姿勢から公然と文狼主義を掲げ2019年3月に我々は文狼主義という言葉を使うことを恐れないと述べており 同年4月にはマイアミで行われたピックスワン事件関係者の集会で今日我々は万人の前で誇りを持って問答主義は健在であると宣言すると演説した。問答主義はアメリカ合衆国の孤立主義政策の代名詞とされ日本でも行政施策等を特定団体が行うたと強調しない独自の行為を問答主義と称することが多い。代表的なものに アジアモンロー主義、市営モンロー主義などがある。しかし、モンロー主義という用語は、アメリカ合衆国による中南米への介入主義的な姿勢に対して用いられることもある。日本でも比喩的表現が多々見られる。ありがとうございます。